色を変え。こんにちは。ちょっとしくじっちゃった挨拶。本日トリを務めさせていただきますミルンです。30分間よろしくお願いします。本日はですね、もうちょっと伝わってますでしょうか。私多分この会場に来てから一番トイレに行ってる人なんではないかと思っております。もうなんかホテルでもね、会場でもたくさんトイレに行って、トイレになってしまいそうな、便器がくっついてきそうな、そんな日ですね今日は。はい、1曲目に歌った曲は、ハロハワユ、皆さん、はい、こんにちは、元気ですかということで歌わせていただきました。カバーですね、ボカロの曲です。今日は私会場に来てから変更があって鳥になったっていうのを知って、もうただでさえもうなんかもう胃が飛び出そうなほど緊張してたのに、おーマジかーと思って、でもなんかそう、鳥だったらちょっとじゃあ楽しくしようと思って、楽しく、ね、大阪の方はね、初めましての方が多いと思うんですけど、私は普段眠くなる歌をいつも歌っております。さっきひえねちゃんがね、ライブで寝れるなんて贅沢だなんてことを言ってたんですけど、私もどっちかっていうとそういうタイプで、心地いい時は寝た方がいいというね、そういう感じで、はい、やってます、やってます。はい、次に歌う曲は、今日今お昼の時間帯なのでちょっともうね、おやつ時になってしまいましたが、曲お昼の歌をね歌いたいなと思います。昼の夢という曲で、昼寝してる時間はねすごい幸せだと思うので、なんかまあそんなことを思い浮かべながらね聴いてもらえたらなと思います。はい、聴いてください、昼の夢。ちょっとチューニングしますね、すいません。すいません、失礼しました。聞いてください、昼の夢。
したまま私ギターを指で弾くのが好きで、オリジナル曲の中でギターをたくさん弾く歌を作りたいなと思って作ったのが今の昼の夢という曲でした。はい、ここでですね、ここではやめますね。ちょっととりあえず歌いますわ。はい、ちょっとチューニングします。今日ね、さっき毛玉さんが歌う魚に行ったら歌いたい曲があるって言って歌ってたと思うんですけど、私自分の曲で魚が出てくる曲がありまして、ネオンテトラという熱帯魚なんですけど、その本当はね入ってなかったんですけど、あ、そうだ魚だと思って、さっき、セトリ書いた時に入れました。なのでね、ちょっとこの魚は話すと深いんですけど、私認知症で亡くなっちゃった祖母がいまして、その祖母のお墓参りに行った時に、その石屋さんのとこにネオンテトラっていう熱帯魚がいて、まあ後で検索してもらったらね、ひねちゃんみたいに検索してほしいんですけど、綺麗な魚なんですよ。でそれで、あ、ネオンテトラと思って作った曲です。はい、歌う魚で魚の曲を歌えるなんて言うとちょっと今なんか幸せなんですけど、聴いてください、ネオンテトラ。あ、失礼しました。聞いてくださいね、ネオンテトラ。今を生きる僕ら、僕ら照らす光、光できた昔届き今を照らす、一人旅の途中燃えて光消えた、流れ星はどこへ、その先の未来へ、手作りおにぎり、切りすぎた前髪、スニーカー履いて街へ飛び出す、8分前にできた光、太陽は働き続ける、あの日君が見た景色、ただ追いかけたくて、
空を泳ぐ鳥が歌う月は白く光る雨音に消えた足跡で虹を作りたかった天と天を結び星が空に星座を描くように未来をつなげたくて風の中を浮かぶ音が耳に届くから一人でいた今日もきっと明日も影の中走る裸足今の僕は水槽の中のネオンテトラ ラという魚さんの歌でした。ここでちょっと、告知宣伝その他もろもろさせていただきたいと思います。あのさっきお昼になんかリアルなんちゃらみたいなあのみんなでここで並んでやってたやつがあると思うんですけど、その時に今日実は勝手にレコ発日にしましたって言ったと思うんですけど、あのその言葉の通りでこのあと2曲歌うオリジナル曲を、CD に閉じ込めて、今日レコ発にしようと思って持ってきました。もうねすでに手に取ってくださった方もいるんですけど、もしよかったら、はい、手に取っていただけたらなと思いまして、今日皆さんのお手元にあるフライヤーに、ミルンだよりという変なお便りが入っていると思うんですけど、その手書きのお便りはですね、あのミルンからのお便りでございます。もしよかったらね、あの読んでいただけたらなと思います。でそこに、3月末までのライブの予定が書いてあるんですけど、なんか難しい日本語ってですね、ちょっと待ってくださいね、同時にはできないんですね。ですねチューニングがしたかった。はい、そのミルンダイリーというのに書いてあるんですけど、今高校3年生で春卒業、来月するんですけど、4月から、進学するということで、ちょっとねしばらくあのこの月に何本もガシガシをあのライブを入れてライブ活動するっていうのをちょっとしばらくお休みしようと思ってます。でそれでね、その前に大阪に行きたいってことで今日あの大阪ライブを入れてもらったんですけど、なんかここで出会えた皆さんも何かのご縁だなと思っています。そしてですね、あの実はツイッターには載せたんですけど、昨日の夜急遽今日の夜のライブが決まりまして、はい、あのピンチヒッターで出てくれないかとお願いを受けまして、あのここから徒歩6分歩いたところにあるよかにせという、あの車酔いとかのように夏に男って書くよかにせというライブ会場があるみたいなんですけど、その同じね心斎橋のここから6分歩いたところで、あのその今日の夜、みゆちゃんっていう、1個19歳のねあのアーティストさんがいまして、その子のみゆフェスっていう大切な企画にあのピンチヒッターとして今日あの呼んでいただきました。なので本当はねこのライブ終わったら帰るはずだったんですけど、あの帰らずそのライブに行くので、もしよかったらあのね今日今のはこの後で急なんですけど、あの6時会場、6時20分開演で、私は7時ちょっと忘れちゃった、あの後でちょっともしよかったら聞きに来てください。あのはい、3000円払うと聞けますので、よかったらあの聞きに、あの今日今とちょっと昨日洋服買ったんで衣装チェンジもして、ちょっとちゃんと化粧もし直して、なんだっけ、あのちょっと曲もちょっと変えてあのやりたいなと思ってるので、あの同じ曲もねあると思うんですけど、もしよかったら大阪多分もうねしばらく来れないと思うので、あのお時間あるよって方一緒にね、あの予感2000に行っていただけたらなと思います。そんな感じでミルンの宣伝はおしまいです。多分あのそう今日だから本当にあのこの後歌う2曲を CD に
閉じ込めたので、もしよかったらね、初めましての方もそうじゃない方も、あの物販来ていただけたらなと思います。そんな感じで、曲の説明をして歌って終わりにしようと思います。この後に歌う、曲名ミライズという曲なんですけど、私高校3年生になって学校を変えたんですね。もともとやりたいことがあって、それの勉強ができる高校に通ってたんですけど、いろいろあって学校変えました。でそのなんかいろいろ悩んでた時に、自分を励ます曲を1曲作ろうと思って作った曲が次に歌うミライズです。でその後に歌う、交差点という新しい曲は、卒業って交差点みたいだなと思って、みんな同じ道歩いて進んでたのに突然お別れしたりとか、寂しくなったらまた戻ってきてあったりとか、なんかそういう出会いと別れじゃないけど、でも別れじゃなくて、交差点みたいだなと思って作った曲がその後の交差点です。一応卒業ということをテーマに書いた曲なんですけど、音楽を通じて出会ってくださった皆さんとか、家族であったりとか、そのいろんな出会いに対しての感謝の気持ちを込めて歌えたらなと思っている曲を2曲続けて終わりにしようと思います。の前にちょっと水を飲ませてください。皆さん後ろ向いて喋っててくださいね。誰も喋ってないのは見るの耳が悪くなったんですかね。はい、ということで、ということじゃないんですけど、2曲歌って終わりにしたいなと思います。最後の曲はさっき言ったみたいにみんなで歌うところがあるので、ちょっと本当に初めてみんなで歌うのかも、今死ぬほどね、胃が飛びそうなぐらい緊張してるので、よかったらね、後で皆さんにお願いするので一緒に歌ってもらえたらなと思ってます。2曲続けて、聴いてください。ミライズ交差点、今日はありがとうございました。ミルンでした。空に浮かぶ月が笑った。風が吹く
夢の中で流れ星に祈り込めて光探しの旅に出ようか。聞いてください。交差点。すっかり、あ、またやっちゃった。ごめんなさい。すいません、気を取り直して。聞いてください、交差点。すっかり慣れた朝のこの道、一体いつから慣れたんだろうなんて一人考えながらいつもの道を歩こう。覚えてる出会いの日、初めましてが堅苦しくて、話したくて名前を聞いて、でなんかういういしかったな、笑顔泣き顔寝顔幸せそうな顔、コロコロ変わるあなたの表情、いつの間にか過ぎ去った日々の中にはいつもなぜか隣にあなたがいた。ああまとまらないや、だけど今すごく幸せ、私の日々に彩りをくれた、辛い時も力になってたありがとう。ああこの日々がまだまだ終わらないといいな、だけど進む進むそれぞれの道へと歩き出そう。何もかもが新鮮だったのに、何もかもが当たり前になってて、終わりが見えたら寂しくなって、愛しく思えて大切にしたんだ。お別れの交差点、それぞれの進む道、会えない時間は強くなれるらしいけど寂しい、そんな時は少しでも笑顔になれるように、この歌を思い出して一緒に歌おう。ありがとう。大きな声で叫びたい、あなたと出会い過ごした日々が宝物、この先に広がる未来はまだ誰も知らない世界、生きてどうか輝いてまた会う日まで。聞こえない。準備できてますか？よし、では四小節見るが歌うので、その後一緒に、続いて歌ってください。きっとみんなできるはず、初めての試みなのでちょっと心臓飛び出そうなんですけど、やっていきたいと思います。ちょっと待って、順番間違えた。いきますよ、後に続いて歌ってください。
くてもいいんですよ。よし、もう一回いきますよ。そうそうそう、それでいいんだ。なるほどね。あ、じゃあせーのとか言わないんでいきますか。いきますよ。はい、みるんさん、はい、急遽鳥になってしまったみるんさん、はい、鳥になったみるんです、はい、何の鳥が好きですか。鳥はスズメが好きです。スズメ、わかんない、好きじゃないかも。なんでスズメの何、スズメの姿焼きとか。え、絶対食べないです。え、はい、何、そうなんだ、スズメが好き、はい、いや、わかんない、出てきたのがスズメでした。あ、クジャクとかじゃなくて。あ、クジャク好きです。はい、あ、そうなの、何でも好きなのかな。はい、ってことにしててください、じゃあ。なるほど、はい、個人的にはあれだね、ももが好きだね。あ、それは部位ですか。部位ですね。焼き鳥、焼き鳥美味しいですよね、焼き鳥好きです。はい、わ、はいはい、かりました。はい、はい、大阪初めて。はい、初めて大阪で、初めてのライブ。さっきちょっと言ったんですけど、うん、その3月末で終わる前に、はい、大阪に行きたいと思って、はい、お願いして、はい、無理を言って、なんか今日私がこの日立てたみたいな感じだったんですよ。そうですよ、2月の末に、あ、本当にそうなんですよ、2月の末に大阪でライブしたくて、どっか組んでもらえませんかってお願いをして今日組んでもらったんですよ。そう、なので本当になんか私がなんか組んでもらったライブみたいな感じで、なんかまさか鳥までやらせていただいて。そうですよ、巡り合わせですね。ありがとうございます、はい、本当に、はい、はい。そしてね、さっきの人は引退、引き当たり引退、引退されるっておっしゃ、今の人はしばらく休止、はい、そうですね、なんかね、ポコポコやろうとは思ってるんですけど、名残惜しい感じでね、はい、はい、そんな感じです、はい、ね、ていうか、でもその次あんだよね、この後ね。次、そう、今日この後、歩いて6分のところのヨカニセという、うん、これが最後と思わせつつ、はい、よかったら大阪、多分しばらくというか、もう来れないかもしれないので、もしね、お時間あったらね、よかったらヨカニセ来てください。はい、詳細気になる方聞いていただければお教えしますな、はい、お伝えしますので。そう、ヨカニセ、このイベントがね、ここの歌う魚に移る前はヨカニセでやってたんです。あ、そうなんですか、うん、へえ、そうなんですね。全然雰囲気違うんですけどね。
ただあの、はい、あの そこでいた人がこうあの新しくお店をオープンしたんで、こちらそうなんですね。そう、のれんわ、のれんわけじゃないの、なんつうんだろうね、うん、遊びに来てしまいました。そうなのでね、こちらで今やってますけれどもね、はい、お店もちょっと覗き行きたいですね、うん、はい、ぜひ、はい、いいところなんで、はい、さあそんなみるんさんは、はい、レコ発、はい、レコ発 CD、 なんていう CD、はい、CD の名前はなくて、なんかミルン、はい、ザ・サードシングルみたいな感じでちょっと緩いんですけど、3枚目なんだ。あ、今ひゆねちゃんがね、あの持ち上げてくれて、後ろで持ち上げてくれてって、まあ、歌詞の母さん見て何も見えないんですけど、あの自分で、あ、今日着てるこの青いワンピースで、あの写真を撮ってもらったんですけど、その時の写真にあの自分で絵を描いて、あの版に印刷をして、CD を作りました。あの絵を描くのも実は意外と好きで、そう、アートワークが上手だよね。はい、あの絵を描いております。あのもしよかったら、あの見るだけでもいいんで、あの絵をね、見に、でもあんまよくわかんないんですけど、まあ、あの喋りに来てくれたらなと。そう、この間あの東京のキャスラボ東京に出た時に、ああの 自家製 の、 あの、はい、缶バッジ作った時にめっちゃうまくて、ありがとうございます、うん、なんかあの手作り缶バッジに見えないっていうね。はい、うん、上手すぎて。ありがとうございます。いや、こんな感じで、ね、すべす的なんで、まあこのね、イラストとかこのデザインなり、デザイナー的なノリをね、あの活かせるようなね、今後進学するみたいなことをね、はい、お聞きしたん で忙しくなっちゃうらしいんで、はい、はい、多分そっちの方でもね、はい、あのなんかブレイクしていただけたらありがたいですね、はい、頑張ります、はい、わかりました。最後にじゃあ告知もいいか、はい、告知はないです。あのヨガニセに行くので、よかったら一緒にヨガニセに行きましょう。ああ多分でもこの収録がオンエアされる頃にはもう活動再開してるかもね。そうですね、どうですかね、わかんないですけど、まあ、あのツイッター音楽活動自体はやめるつもりはなくて、ライブの本数が激減に減るだけで、はい、あのツイキャスとか、はい、あのいろいろね、あのそのまま続けていく予定なので、名前も別に変えないですし、あの見るは見るのままなので、よかったらツイッターフォローしてね、あのポチッてしていただけたらなと思います。なんか頭痛が痛いみたいな感じだったよね。あ、そうです、そうです、そういう人です、私は。あ、そうだったの、はい、頭痛が痛い人、喋るとバカがバレるとよく言われます。頭痛が、はい、頭の頭痛が痛い人、はい、腹痛、お腹の腹痛が痛い人みたいな感じ。ありました、はい、痛い人でしたね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。みるんさんでした。